15h, passez le 30 secondes sur Radio Classique. こんにちは、ケイスケです。今、時刻は15時です。僕はカンカルに向かってモンサンミシェルの駐車場から出発しました。広大な平地の中、延々と続く道路を進んでいきます。次は46キロ先のカンカルというところに行きます。もう何回も言いますけど、カンカルで生牡蠣食べます。でカンカルもすぐ出るので、その後最後はサンマロ行ってレンに戻ります。ということで、カンカル着きました。カンカルに着いたんですが、あっちか、あっちやな。次にサンマロまでだいたい30分ぐらいで着くらしいので、まあでもここはちょっと早めに切り上げます。海が近いんだけど、あ、これ綺麗ですね。 このお花屋さんが素敵で目に入ってきました。インスタにも上げてますので、もしご興味があれば。この広場後方に見えるのはサンメアン教会です。昔一度火災で焼失しているそうです。ここカンカルは牡蠣の養殖で有名ですが、機械化される前は女性たちが牡蠣を洗っていたということで、これはそれに対しての敬意を示した像だそうです。これか。この標識に牡蠣市場はこの先だと記されています。あ、牡蠣みんな壁に行ってるな。車置いてこなければよかったな。車で行けばよかった。海まではまだ500メートルほどあるようです。でも駐車場がなかったら、あ、また探す羽目になるので、もし途中、これまた帰り上り坂じゃない。今下ってるからいいけど、ルポって書いてあるから、港がそこにあるんですね。足の中に、靴の中に小石が入って、痛い。ちょっと、石が。ありましたね。正面遠くに海が見えてきました。多分海の方って駐車場がない気がするもんね。あ、ここですね。カンカルは人口が5000人程度の小さな町です。駐車場あるな。それにしても今日は本当に天候に恵まれましたよね。駐車場ありましたね。まあいいや、駐車場止めるとこ間違えた。事前に駐車場を調べてくればよかったですよね。少し夕日になって日が傾き始めて、日差しの色味が変わってきています。水が全部引いてる。すごいな。さっさと食べてさっさと出ます。次サンマロに行くので。どこに行こう。美味しいのかな。ボンジュー。僕マジ。ジュプマジ。時刻が時刻なので、食べれなかったらどうしようかと少し不安でしたが、大丈夫でした。よし。このムッシュの携帯が僕の衛星パスの QR コードをうまく読み込めなかったので、結局日付を目視で確認してもらいました。あまり時間がないので、とりあえず一番最初に目に入ったところに入りました。牡蠣一番大きいやつを頼みました。一応ちなみに牡蠣の大きさは番号で表記されていて、数字が小さいほど大きくなります。これはここのプランコエットはブルターニュ地方に湧く唯一のナチュラルミネラルウォーターだそうです。僕今日何も口に入れてない。あ、入れてたが朝だけ。
これ普通のロミネラルだ。場所によっていろんな開き方があって面白いですよね。1番と3番があるということだったので、僕は1番を頼みました。僕が今回頼んだプラットと呼ばれる一番サイズの平牡蠣です。ブルターニュ地方にはこの他にクグーズと呼ばれる真牡蠣があります。これすごいな。これ一人分ですよ。新鮮な牡蠣です。パンと僕は車で来ちゃったから今日お水飲みます。もうやばい、美味しすぎて言葉が出ないです。レモンつけなくても全然美味しいですね。美味しい。焼きてよかった。すごいですよ。うんしか言ってない。美味しい。これパンも美味しいんですよね。このパンも美味しいな。あと2個しかない。早いな。まあ、歯応えがあって美味しいです。あ、終わっちゃった。全部もう食べちゃった。なんだ、はい、メクシー、アワということで、牡蠣を食べたので今からサマルに向かいます。急いで。あまり時間がないかもしれない。今16時半だから大体30分かかるということなので、17時に着くかな。17時に着いてで1時間から1時間半ぐらい回ってで、レンヌまでの時間を確認してで戻ります。あ、そうだった、坂道あった。ここあ、でもすごい美味しかったな。なんかもう食べた瞬間に新鮮なのがもう分かりますね。やっぱり今取ってきましたっていう感じのそういう牡蠣でしたね。本当に美味しかった。みんな持って帰る牡蠣。あ、買ってくればよかったかな。あ、まあいいや。もうやっぱ田舎す、全然もう物価が違いすぎてびっくりしますね。パリだったらありえないな。いや、美味しかったな。車どこだろう。車をちょっと、もうずっと坂道だな。あ、でもちょっと食べたからお腹が落ち着きました。ちょっと心配になってんのはもう夕日が、夕日じゃない、太陽が
少し夕日っぽくなってるから急がないと。サンマロも海のところなので暗くなっちゃうと海見れないですよね。ちょっと急がないと。とりあえず急がないと。あ、でも美味しかったな。あ、鐘が鳴ってる。あれ、これ何時だ。あ、これさっき撮った、あ、さっき通った花屋さんだ。ちょっとこの写真だけ撮っていいですか。どこだっけ、確かその辺りだった気がするな。この左じゃないかな。さあ、行きます。次サンマロです。最後、今日最後の目的地サンマロに行きます。今から30分ですね。16キロ、速度はあんまり出せないってことだな。少し夕日っぽくなってきちゃった。大丈夫かな、間に合うかな。太陽の光の感じがもう少し斜めになってるから暖色系になって、あと14キロ、26分で到着予定です。今日はでも本当に天気いいな。5キロ弱ですね。あと14分、間に合いそうですね。なんとか太陽が出てる間に海に着きたいから。だいぶ近いな。あと2キロぐらいですね。ここ左に曲がります。ギリ着きました。サンマロというところです。街は全部こう城壁で囲まれている街で、とりあえず間に合ってよかったですよ。ということで、この続きはまた次回。明日もいい日になるといいですよね。それではまた。